山川穂高、大谷を見て、野球つまんね、野球やめたい。山川穂高内野手は試合後に大谷翔平投手の2打席連続本塁打について聞かれると、あれはね、なんて表現したらいいんだろ。マジで野球やめたいっす。つまんねみたいなと笑った。あの本塁打は自身が努力をしてもあれは無理でしょうねとし、ちょっと同じ競技やってるとは思えないと衝撃を受けていた。また、1打席目の片膝をついて右手1本でバックスクリーンに運んだ本塁打は1本目はふざけてるでしょ。あれは、ヒントにはならない。競技が違うと脱帽していた。ソースあってくさ、まんま中田の心境やん。こんなんみんな野球やめるやん。そらそうなるよ、あいつ宇宙人だもんな。リアル息苦しいよやな。山川見て同じようなこと考えたやつもいっぱいおるやろうに。これな、子供の頃からエースで4番の子たちの心を折りまくったやつがプロ野球の4番になってたまたまそれより上がいただけ。イチローの場合代表は年下が多かったからシンプル尊敬で済んだんやろけど、大谷の場合年上が多いやろから嫉妬も混じりそう。野球つまんねはガチよな、チートすぎてつまらない。脳破壊されたんやしゃあない、ゲームでチートキャラ出てきたらなえるやろ。あれや。まだイチローの方がマシやったな、同じ日本人のメジャーのガチスラッガーは心が折れるやろ。イチローは日本人が到達できる最高峰のスモールベースの神として降臨して日本をまとめる、大谷は日本人が到底到達できない宇宙人として降臨して日本野球をぶっ壊す。